王手瀬島雄介と決まります。スタートまでは10秒切っています。第11レース予選特選です。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。3コース3号艇黒柳、5コース5号艇小金井がスリット覗いています。レースは1周1マーク、3コースからまくる3号艇黒柳、まくり差しを狙って4号艇5頭、アウトコースから逃げる5号艇小金井、バックストレッチです。先頭は4号艇5頭がわずかに優勢、2番手3号艇黒柳、アウトコースに5号艇小金井、内側から2号艇ひらみ、6号艇伏島、1号艇鶴本最高峰です。スターター前提正常、2マークトップで4号艇5頭が旋回、2番手は3号艇黒柳が振り切っていく、3番手2号艇ひらみ、後方では一手アクシデントとなっています。上位の体系4番、3番、2番、その後ろ6号艇伏島、離されて1号艇鶴本と続いています。なお5号艇小金井リキラー一周2マーク転覆のため失格となっています。枠番通りの3対3の進入スタイル、第9レースの予選特賞、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇伊藤は早いスタートとなっています。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1マーク回ったところでお知らせいたします。このレース1号艇伊藤慶三はフライングのため変換欠場、1番はフライング変換欠場です。従いまして1の組に関する組み合わせは全て変換です。どうぞファンの皆様、レース終了までお手持ちの投票券大切にお持ちください。小沢白が一柳が人気を集めていますが、若手勢がダッシュからどう攻め込んでくるかという第2レース、1番2番3番4番5番6番の進入です。予選競争の第2レース、スタートしました。5番6番、おっと外の2人、これはちょっと早すぎたかもしれない。1号艇の小沢逃走、外行った。3号艇2号艇キルゴン旋回、なお残念ながらスタートには問題があったようでございます。船券は大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。残念ながら5号艇の田中弘子、6号艇の大場幸喜、2人はフライング変換欠場、5と6に関する投票券は全てお返しいたします。本番は外2人が入れ替わり、1番2番3番4番6番5番の進入です。タイミングを取りながら進入、予選独走競争級レース、スタートしました。スロー3艇が交代に揃った。1番2番3番は野瀬、川上によろず、まずはコーナー先手の1号艇の野瀬とばかず、3号艇ついて回りながら、おっと2号艇キャビってヒヤッとしたが、4番6番も避けながら回っていったがバックへ入って、現在上位1番2番6番1番3番6番前艇スタート正常、スタート正常でしたが、残念ながら2号艇振り込みながら川上選手、これは転覆アクシデントか。2日目の攻防、戦いの方は予選特賞競争の10レースを迎えています。なおこのカード5号艇に上艇を手出した永村選手、欠場返還によってのご相談で5に関する投票権、前売り投票は欠場返還となりますのでご注意ください。大時計の針12秒進の回転となっています。さあ最終日オープニング第1レースの一般戦、残り10秒切っていまして、インコースから1番2番3番4番5番6番3対3の枠なりで間もなくスタート、今スタートしていきました。さあスリットがセンターアウト勢、3コースあたりから3号艇4号艇5号艇、そしてインから伸び返して1号艇まくっていく、4号艇をインから飛ばしていった1号艇で1番4番やり合った懐、3号艇5号艇あと2番6番でさあバックスレッチャー逃げる1号艇の重富の懐に刺してきた3号艇5号艇さあ奇数艇と同僚531が並んでいまして、最内から6号艇が接近で、あとは2番4番なおスタートは正常でした。ラインタンマーク突破争いが混戦で突っ込んでくる6号艇の外を握った5号艇内から3番1番と差し返してきますが、奇数艇トリオ3番先頭争いがわずかアウトから5号艇が上がってきて、トヨタでレーサー2周目となります。
さあ現在のトップ争いは5号艇のトヨタ、まだ一定新ホンダ1号艇3号艇まず3艇固まっていまして、その後ろ6号艇の小林亮太、2周目の出し3マーク、まずトップで回る5号艇のトヨタ、懐3号艇の井川、さらに懐1号艇6号艇が攻めていきますが、先頭争いは5号艇のトヨタ悟、2番手には1号艇の重富信也、人気の中心、3番手は現在3号艇の井川大作、上位の奇数艇が513となってバック中間地点を通過、そしてわずかで6号艇であとは2番4番となっています。前艇が第2ターンマークはトップで回って5号艇のトヨタ悟で、2番手は1号艇の重富信也、3番手今度は3号艇の外を6号艇、後ろ2号艇が攻めていきますが、3番手は3号艇の井川がキープ、上位が513のあとは624、前艇が最終周回へと入ります。最終周回先頭には5号艇のトヨタ悟が1周1マークを指してトップ争いしていかっていまして、2番手1号艇の重富信也、現在の3番手踏ん張って3号艇の井川大作、最後のバックスでちょっと入ってまいりましたが、ここも3番手3号艇の井川大作、上位が513となっています。その後ろまだ一定身から二定身で6号艇の小林亮太が3番手、あとは水が出て2号艇4号艇が接戦状態です。最終ターンマークは5号艇のトヨタが先頭で、オープニング後輩提供、2番手は1号艇の重富信也、後方3番手3号艇回った懐6号艇が攻めてきますが、上位奇数艇トリオ513でオープニングは後輩等で3連単満州、先頭5番ゴールイン、1番ゴールイン、3番6番ゴールイン、2番ゴールイン、なお4号艇の川崎智成は失格となっています。サイアウト6コースに5号艇井上大輔、本番は外枠2艇が入れ替わっています。第4レース一般競争、内から1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。各艇1周1マークへと向かってきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。1号艇渡辺ストライフライング返還決勝、1番に関する投票権すべて返還となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。3日目2連帯も昨日は崩れました。5番の高田綾が5コース、6コース6番の石井博美で、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ勢好スタートは4番の原と5番の高田、しかし1コース1番の細川伸び返していく、逃げる1番の細川、センター勢高橋原のまくり、大きく2人は流れてしまいました。内から差してきたのは2番の若狭、さらにこのうち5番の高田が一気に2番手抜け出します。スタートは前提正常でした。逃げて1番の細川先頭、リードは3手進、2番手5番の高田、外から続く2番の若狭、2マークの旋回、5番の高田がここでは振り切ります。そして後方では2幕1点アクシデントが出ています。レースはこれから2周目、3番手は2番の若さで、レースは2周目に移ります。なお1周の2幕におきまして、4番の原は転覆失格です。4番の原転覆失格となりました。先の陰線、初日は船券絡み3着があります。2コース2番門馬、3コース3番の池田、こちらは今節2度3着があります。角市4番の杉山、2人入れ替わったアウトコースの2人、5コース6番山下、6コース5番の宮崎、新入院から1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。トップスタート、早い6コース5番の宮崎アンナ、一周一マークの旋回、痛恨のコールがここはあります。ファンの皆様にお知らせいたします。5番宮崎アンナ、フライング返還欠場でございます。5番宮崎フライングのため返還欠場でございます。5番の組に関する投票権はすべて返還となります。お手持ちの投票権着順確定まで大切にお持ちください。本番は枠なりの3対3、4角に4号艇君島、インに1号艇大沢誠也です。5レースの一般戦、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5コース5号艇山田、そして6コース6号艇地下は、相当の2人は早いスタートとなっています。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中です。そして1マーク回ったところでお知らせいたします。このレース5号艇の山田、6号艇の市川、5番6番はフライング返還決勝となりました。従いまして5と6の組に関する投票権すべて返還となります。ファンの皆様、お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。
3つに分かれました4レース。スタートまで10秒前。インコースから1番、6番、2番、3番、4番、5番です。スタートしました。1コース、3コース、4コース、1号艇、2号艇、3号艇、スカリコースタート。インコースから1号艇、大沢先行し、2コース引いて、6号艇、鈴木、外を待ってくれ、2号艇の春空、バックへ入れ。リードは4艇、新と、1号艇の大沢先頭、2番手の杉が、2号艇、6号艇、接戦に、そのうち4号艇の加藤が上がるところ、スターター正常です。3艇、並んだぞ、2番手の杉は、インから4号艇の加藤、6号艇の鈴木は、一旦待って、外を来るのが追走の形となった。空いたうち2号艇の春空、刺して回ってホームへ帰る。2番手の末、2号艇、5号艇接戦です。インコースが2号艇春空、アウトコースは4号艇の加藤、判定士先行し2周目に移りました。2周1マークの前回、インから2号艇春空が行き、4号艇の加藤が内を狙ってバックへ入りました。おっと、後方2艇3艇も見合ってしまいました。ガチャガチャンとなって、アクシデントに発展してしまいました。現在3艇が2マークの旋回をクリア、ホーム直線に入っています。お知らせいたします。5号艇の和田拓也、妨害のため失格です。6号艇の水和弘、失格。現在とりあえず4艇は構想でありますが、上位3艇並び1、4、2とこの辺りは固まっておりまして、ラストターンマークの旋回からホームスイッチ入ります。先頭は1号艇の大沢、2番手は4号艇の加藤、3番手2号艇春空、まもなくゴールです。先頭1番大沢五輪、2着4番加藤五輪、2番の春空五輪。さらに3号艇の溝口選手は不完走のため失格となりました。人気は1号艇荒川から3号艇の宮本へ13というところが支持を集めているようです。スタートまで間もなく残り10秒、第5レースのゴールドレース、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ4番、6番、5番です。スタートしました。インから1号艇荒川、踏み込んだスタートでした。スタートは判定中でございます。投票券お捨てにならないよう大切にお持ちください。1号艇荒川、陰線押し切って先頭ですが、現在スタートは判定中でございます。お知らせいたします。1号艇荒川健太選手、フライング返還欠場です。1番に関する投票券は全て返還となりますので、投票券はお捨てにならないよう大切にお持ちください。6号艇湯川が人気の中心となっているようです。初日からオール2連帯継続なるか、第6レースの予選競争スタートまで残り10秒です。進入コース、インコースから1番、2番、4番、6番、ダッシュ3番、5番です。スタートしました。6コース5号艇中野、踏み込んだスタートでした。スタートは判定中でございます。投票券を捨てにならないよう大切にお持ちください。まくって4号艇の向井女、まくり出し6号艇の湯川、スタートは現在判定中でございます。お知らせいたします。5号艇の中野浩二選手、フライング返還欠場です。5番に関する投票権は全て返還となりますので、投票権はお捨てにならないよう大切にお持ちください。6コースシリーズ終盤3連勝中、6番の今井美也、この後長い休みを残してという状況。シリーズ終盤勢いに乗りました。10レースの選抜戦、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ちょっとこれは早いスタートが出ています。早いスタートがありまして、1周1マーク、早いスタート複数ありまして、確定バックストレッチへと移ります。なお、ファンの皆様にお知らせいたします。2番のサネモリ、3番の塩崎はともにフライング返還欠場でございます。2番サネモリ、3番塩崎ともにフライング返還欠場でございます。2番、3番の組に関する投票権は全て返還となります。どうぞお手持ちの投票権大切にお持ちください。
そして3コース3号艇の山口雄二、下がって4コース角は4号艇の山口剛、5コース5号艇の市宮俊博、6コース6号艇の山口達也です。進入枠なり3対3の体型スタートしていきました。これは早いスタートが見られます。ただいまスタートは判定中です。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。お知らせいたします。5号艇の一宮フライング返還欠場です。5番に関する投票券はすべて払い戻しいたしますので、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。5コース5号艇、ここは実績上位佐久間明、サイアウト6号艇の浦田です。すんなりと枠なりの3対3、風は左横風から若干向かい気味、現在は2メーター前後となっておりまして、今スタートまで10秒前です。開催2日目のトップカード、予選競争第1レース、最終の進入体系定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番体系で今スタートいたしました。ほぼ横一線、綺麗なスタートになりました。一周内マークに向かう先行争い、最初の勝負どころ、インクラインの体勢は1号艇、3号艇外前に行く、さらに2号艇左内の方から5号艇6号艇接近いたしまして、バックストレッチ向こう上面でありますが、さあ1マークのところで4号艇の中野でありますが転覆を期しております。トップ争いは1号艇渡辺、6号艇の浦田が並んでいる、その後でありますが2号艇3号艇後方5号艇が追走、向こう上面から2マークスタート前提正常、6号艇が先前体勢、1号艇が外握ります。左内の方から今度は2号艇も接近いたしまして、さあ上位の体勢は現在は1番6番2番の体勢、後方は5番3番という体勢でありまして、レースはこれから2周目へと入ります。トップは1号艇の渡辺、2番手追走、6号艇の浦田、3番手には2号艇の厚見拓郎、上位の体勢は162の体勢固まる形になって、後方は5番3番という体勢でレスキューの外側を通過しています。なおこのレースでありますが、4号艇の中野喜一は転覆のため失格となっています。そして1番外、今節がデビュー節になっています、東京の大月優雅、学生時代はバスケットに熱中、司令塔ポイントガードとしてドライブ、パス、ショットと使い分けていました。枠なり3対3、第1レース一般戦祭りだわん、人気は1番朝霞から2番庄司、4番秋元へ、123ダッシュ456スタートを切りました。今日もスタートもコース5号艇の渡辺正成、少し届いていますが出ていくことではありません。1号艇先制、握った3号艇あるいは5号艇ですが、打ち差し込んで2号艇庄司、この差しが入っていて逃げ差し争い、スタートは前提正常でした。1号艇朝霞、しかし回ってから押していく感じがあるか、しかし内側から並びかけていく2号艇庄司、1号艇2号艇突破争い、その後ろ4番5番3番6番続いています。2マーク2号艇庄司先取りで差し返せるか、1号艇流れてしまいました。そして3番手のところ5号艇4号艇競り合っています。先頭単独で2号艇の庄司康介、2番手1号艇朝霞文武、3番手のところ4号艇5号艇サイドバイサイドになっています。インコース4号艇秋元、アウトコース5号艇渡辺です。2周1マーク2番1番の後ろ、4号艇が5号艇を牽制して回っていきました。5号艇のターン若干流れています。ですから単独3番手4号艇の秋元悟、2周バック側上位2番1番4番、その後ろ5号艇の内から3号艇長畑追いついていきまして、4番手競り合い、最後方6号艇大月です。2周2マーク2号艇の庄司から1号艇朝霞、をつけて4号艇空振りに割って、内くるっと3号艇です。そして後方では5号艇アクシデント発生となっています。3番手逆転がありまして、3号艇長畑上がっています。上位2番1番3番で最終周回へ、その後ろ4号艇6号艇が続いていまして、5号艇の渡辺正成は2周2マーク落水失格となった模様です。そして5号艇坂本紀一一番外となっていきました。注目の進入はスローが4艇ダッシュ2艇1243、そして6号の並びとなっております。第3レースの一般戦です。3号艇かなり微妙なスリットになっています。このスタートは判定中、このスタートは判定中です。お手元投票券大切にお持ちになっていてください。どうやらスリットオーバーがあったようです。お知らせです。第3レース3号艇の渡辺健フライング返還欠場、3に関する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。
レース浜名湖のボートレースチケットショップ山17周年記念茨城放送杯はいよいよシリーズ最終日を迎えています。今日の12レース優勝戦には久田俊之、三宅潤、君島修造、前澤武、野口克弘、ウルタ翔平の6選手が勝ち上がりを決めています。競争水面上はシリーズ最終日オープニングカード第1レースの一般戦です。なおこのレース5号艇で登場予定でした鈴木俊介選手は負傷によりこのレース欠場となっています。並びスタイル変わりました。8レースの一般戦スタートまで残り10秒切って進入員から1番2番3番6番4番5番です。スタートしました。3コース3号艇金子は速い、そして6コース5号艇小川も際どいスタート。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中です。ファンの皆様お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。後方では5号艇小川にもアクシデントが発生しています。ただいまのスタートは判定中です。これから一周の2マークを回るところ、まだスタートは判定中となっております。ファンの皆様お待ちください。ここでお知らせいたします。このレース3号艇の金子と5号艇の側3番と5番がフライング変換決勝です。従いまして3と5の組に関する投票権は全て変換となります。ファンの皆様レース終了までお手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。誰が看護を読みな看護修正しながら踏み込みスタート先制攻撃を放ってくるのかという予選の第5レース、1番2番3番4番5番6番の進入です。第5レーススタートしました。インセンター4艇好タイミング、1号艇はかなりこれはギリギリまで踏み込んでいくが吉田亮太郎コーナー先艇、2号艇の篠田優也切り込んでいてバックへ入った。スタートは前艇正常、まさにタッチギリギリぐらい1対1号艇吉田亮太郎、すぐ2号艇の篠田優也の後方から黒崎がインコース攻め寄る。アウトは3号艇の原豊と4号艇コーナー先に回る黒崎も冷静に2号艇キリコン旋回篠田、さらには3号艇脇をついて3号艇の原豊人ですが1二3の体型であります。向かいの風が強くなってそれを読んで踏み込んでいたんですが突っ込みすぎぐらいにコンマ00かというぐらい1号艇吉田亮太郎、すぐ2号艇の篠田優也、3号艇おっとうまく4号艇コンパクトにプレッシャー与えながら黒崎が回ってくるが、それでも3号艇の原豊とには届いていない。現在は伊手市半後方から次の4号艇の黒崎達也であります。3号艇の原豊と、しかしながら冷静にさばいてくるか、黒崎バタッとした分だけ座り込んでしまいまして上位は1番2番3番の体型であります。発売道中から急激に向かいの風少し強めに吹いて効いていたんですがそれを読んで踏み込んだですが踏み込みすぎぐらいだった1号艇吉田亮太郎はコンマまさにほぼタッチというぐらいの踏み込みでありましたがスタートセーフからイン速攻、吉田亮太郎、続く2号艇の篠田優也、3号艇の原豊が3番艇、後方も定番順に黒崎甲の山口が続いているという。今最終コーナーもありまして、おっと3号艇キャビッタンが踏ん張ります。原豊と3番艇、先頭1番の吉田亮太郎五輪、2着で2番の篠田、3着3番の原、後方4番の黒崎、事故がありましたが6番の山口は5番手で五輪、なお残念ながら最終コーナー旋回後期で5号艇の河野選手落水アクシデントで失格に敗れています。4号艇の一色亮が角に下げて目いっぱい助走は乗せる体勢ではあります。シリーズリーダー圧倒的な存在でもありますが金子隆介2コース戦、1番2番3番助走取り4番5番6番です。向かい風に逆らい進入スタートしました。センターから3番4番木は踏み、あっと4号艇カードの一式、2号艇外つける1号艇ブロックという展開ながら残念ながらお知らせいたします。フライング事故がありました。4号艇の一色凌河選手残念ながらスリットオーバーフライング、4に関する投票権は全て返還されます。スタートまで間もなく残り10秒、第2レースの予選競争進入インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。
タートしました。2コースから2号艇宇田川、3コースから3号艇星野が好スタートを決めて1マークです。2号艇の宇田川がまくっていくか、2号艇宇田川のまくり、さして3号艇の星野、あとは5号艇高山、4号艇遠藤の追走です。さして3号艇の星野が先頭です。まくった2号艇の宇田川2番手、3番手ですが4号艇遠藤内、外5号艇の高山、さらに内から1号艇河合と6号艇の宮迫、スタートは前提正常でした。4艇差のない3番手争い、外握って回った5号艇の高山、内は4号艇ちょっと煽られた、4号艇の遠藤が振り込んでアクシデントが発生です。2番手は2号艇の宇田川、その後ろ5号艇の高山、6号艇宮迫、1号艇河合と続いております。お知らせいたします。4号艇遠藤浩二選手転覆のため失格となっております。シリーズ4日目のボートレース水面上は第9レース予選特賞の開始です。なお改めてファンの皆様に欠場選手についてお知らせいたします。第9レース5号艇で出場予定でした遠藤浩二選手は前半レース負傷のため欠場となっております。3対3 2つに分かれました。このレース1号艇国分翔太郎人気の中心、2号艇宇野健太人気対抗格で続いています。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました1号艇国分、そして6号艇の山田好スタートを切っています。インから逃げ体勢1号艇の国分、刺す2号艇宇野にまくり刺した3号艇の大沢、左右からは4号艇の梶原がそれに続きます。先頭を押し切った1号艇国分、内からは4号艇梶原、間をついた5号艇細川と並んで、その後ろ2号艇宇野、外に3号艇大沢、内からは6号艇山田が続きます。スタートは正常です。先頭1号艇の国分、2番手4号艇梶原に、内からは5号艇の細川、6号艇山田が続いていきます。先頭はリードを広げた1号艇国分翔太郎が先頭、2番手4号艇梶原だし、3番手は左右打ち縫っていった2号艇宇野が単独で上がりまして、現在の体型は142の体型で2周1マークに入っています。1号艇国分先頭です。4号艇の梶原2番手、3番手は2号艇宇野、142の体型、離れた4番手5号艇細川、3号艇大沢、最後方は6号艇山田で2周2マークにこれから入ります。先頭リードを広げていきます。1号艇の国分翔太郎、今2周2マークを旋回、4号艇梶原忠が2番手、3番手2号艇宇野健太、上位体型がばらけました。1番4番2番、3号艇大沢風紀が少々バランスを崩したか、5号艇細川4番手で、最後方6号艇山田、5艇が最終周回です。ここでお知らせいたします。3号艇大沢風紀転覆のため失格、3号艇大沢風紀は転覆のため失格。ボートレース三国予選最終日の競争、戦いは終盤戦に入っています。競争水面上は記者特選第11レースです。なおこのレース6号艇藤本義文選手は欠場となっています。引っ張った5コースが4番の向田裕樹、6コースが丸亀フレッシュルーキー5番の船越健吾、4対2のスタイルインコースから1番2番3番6番アウト、4番5番です。スタートしました予選特賞第10レース、中へこみのスタート。さあスリットを伸ばす1番の長溝和樹、一瞬の内マーク、インから先前は1号艇の長溝、そしてハンドルは2号艇の大橋エリカ、おっと一瞬の内マーク、アクシデント発生となりました。スタートは前提正常でした。一瞬の内マーク、アクシデント発生、6号艇の山崎裕二は転覆のため失格、6番は転覆のため失格となりました。そして5コース5号艇の照谷敦彦、3人はこれがシリーズのラストランになります。サイアウトは地元6号艇中島誠一郎です。第1レースの一般競争、枠成進入3対3の体型スタートしていきました。
トップスタート1コース1号艇木村が放って1マークに向かいますが、2号艇の松江も外合わせる体勢、1番が逃げて2番が差し、5番と3番まくり差しは5号艇アクシデントになりました。先頭に立っているのは1号艇の木村、追走は2号艇の松江、3番手争いが3艇、6番4番3番と並んでいます。スタートは前艇正常でした。なお5号艇のテリアは1周1マークにおいて転覆のため失格です。5番テリアは転覆のため失格となりました。3コースは3号艇地元の桑原優です。準優勝戦は大外の攻めを受け止めてというところで6着大敗となりましたが、さあ最終日どうか。4コース角は4号艇の辻栄三、5コース5号艇の河原正明、大外は6号艇の広瀬正幸です。枠なり3対3の体型スタートしていきました。わずかに1番とそして5番が覗いていました。1号艇の平尾出ていって1マーク、2番の木村その外を回す展開となり、3番これはアクシデントになりました。1番と2番が抜けます。その後に5番4番6番と続いて5艇構想で、第4レースまもなく1周2マークです。スタートは前艇正常でした。なお3号艇の桑原転覆のため失格です。3番桑原1周1マークにおいて転覆のため失格となりました。コースいっぱいやはり下がって1対1になっていきました。角は4号艇の平尾です。今シリーズ4日目には3コース戦のまくり勝利、前半は逃げて1着の4番平尾です。5号艇の深いアウト戦5コース、6コース6号艇の豊田健志郎、進入枠なり3対3の体型スタートしていきました。3号艇4号艇あたりが踏み込んでいきました。しかし内の艇伸び返していきます。1号艇の柳沢1マーク先手、3番大谷のまくり差し向いて入っていきました。3号艇1号艇接戦、そこにインコースから4号艇の平尾も上がってくる動き、インコース左内4番の平尾、間3番の大谷、外は1番の柳沢の接戦、スタートは前艇正常でした。4番3番競りました。それを狙って1号艇の柳沢内捉えて突き抜け5号艇の深いまで展開をついて上がってくる動きにはなっていますが、2番争い5番4番3番3艇横一線です。先頭に1号艇の柳沢、追走する2番争い6号艇の豊田が内を取り、外に5番4番運び、3号艇その3艇を刺していきました。アクシデントが起こっていますが、現在先頭1号艇の柳沢、追走に3号艇の大谷と6号艇の豊田が並び、あとは2番の市橋最後方離れてというところで5番手5号艇の深いになりました。先頭から1番3番6番ですが波乱が起きました。お知らせいたします。6号艇の豊田は妨害のため失格、6番の豊田は妨害のため失格です。そして4号艇の平尾が落水のため失格となっています。スタートまでは10秒切ります。第1レースの予選競争です。進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。これは複数で早いスタートがあった模様です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。早いスタートがありました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。2艇がフライングです。3号艇瀬島雄介、6号艇吉田彩乃、3番6番ともにフライング変換欠場となっております。3番と6番の組に関する投票権はすべて返還となりますので、お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちくださいませ。5コース5号艇吉田彩の前半戦は勇み足となっています。6コースが6号艇谷口可憐です。スタートまでは10秒切ります。第9レース予選特勝です。進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。3コースから3号艇清水がトップスタートを切っています。1、2コースへこんでいまして1周1マーク、3コースからワンクル3号艇清水、続いていく2号艇中澤、内側から4号艇平田、アウトコース握って5号艇吉田、バックストレッチです。先頭は3号艇清水が抜け出しました。焦点2番手争いは4号艇平田が優勢、アウトコース2号艇中澤、5号艇吉田、1号艇茅場、6号艇谷口と追走しています。スターター前提正常でした。
2番トップで3号艇清水が旋回、2番手4号艇平田、3番手は内側から2号艇中澤褒めと折り返しています。上位体系3番4番2番先頭2番手2番手3番手の定間3艇陣ほど開いています。レースは2周1番区です。トップで3号艇清水が旋回、2番手4号艇平田、3番手2号艇中澤バックストレッチへと抜け出しています。上位の体型は3番、4番、2番、その後ろ3艇陣後方に5号艇吉田、1号艇茅場、最後方6号艇谷口と続いています。レースは2周2番区です。トップで3号艇清水が旋回、2番手4号艇平田、3番手2号艇中澤褒めと折り返しています。体勢は変わらず3番、4番、2番、上位の3選手は大きく抜け出していまして、レースは最終周回に入ります。3コースからトップスタートをまくりが決まりました。3号艇清水咲、3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと抜け出しています。シリーズ2勝目となりそうです。2番手4号艇平田、3番手は2号艇中澤が守っていますが、2艇進行方5号艇吉田、1号艇茅場と続いています。体勢変わらず最終コーナーです。トップで3号艇清水が旋回、2番手4号艇平田、3番手2号艇中澤褒めと折り返しています。後方では一定アクシデントとなりました。まもなくゴールです。先頭3番清水ゴールイン、4番平田ゴールイン、2番中澤ゴールイン、1番茅場ゴールイン。6番谷口ゴールインです。なお5号艇吉田彩の3周2マーク落水のため失格です。以上第9レース予選特賞でした。6コースは6番の重富優也、2対1対3のスタイルインコースから1番5番2番3番4番6番です。スタートしました。第6レース、あまり差のないスタート。スリットを仕掛けていく2号艇の山下、1周の1マークインから応戦する1号艇の桑原、1番2番が競り合った内側空いた、切り込んできたのは3番の渡辺、5番の今村、4番の浜崎、さあバックストレッチは一歩抜け出す4番の浜崎、追走する3号艇の渡辺、5号艇の今村、6番の重富。スタートは前提成長でした。石野にマーク取って旋回は4番の浜崎、5号艇3号艇がもつれた、打ち切り込んできた1号艇の桑原明が2番手浮上、6番の重富3番手、上位体系は4番1番6番です。石野にマーク回ったところでアクシデント発生、5号艇の今村信孝は転覆のため失格、5番は転覆のため失格となりました。5コースがボートが新しくなった5番の渡辺、6コースが現在4位6番の竹上、枠なり3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第12レース、さあスリットを出ていくのは1号艇の長田頼宗、1周1枠の旋回インから押し切るか、1番の長田、枠出しは3番の運動、3番の運動アクシデント発生となってしまいました。差してきたのは他番の山崎、4番のインド、さあ3手が固まった4号艇2号艇1号艇3手による突破争いとなっています。なお1周の1マークにおきまして3号艇運動幸四郎は転覆のため失格、3番は転覆のため失格となりました。そして大外地元6号艇の原田裕二、3対3です。コース取り内側から1番2番3番4番5番6番の並び、1秒前スタートしました。進入固定の第8レース、早いスタートありました。フライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。第8レースフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。お知らせをします。3号艇の前川盛次フライングのため返還欠場、3番に関する投票券発売額と同額で返還です。お手持ちの投票券最後まで大切にお持ちください。